立憲民主党川内博史、無知がばれて指摘され言い訳し赤っぱじ。本日、立憲民主党の川内博士さんが国会にて次のような発言をしてしまいました。修学旅行のガイドラインが保護者と生徒から同意書を取ることを求めている。コロナに感染しても濃厚接触者になっても自己責任だと旅行業者は関係ないと、病院で 手術を受ける前に同意書にサインするのと同じように見える。なんで同意書を取る必要があるのかと発言し、それに対して萩生田大臣が、もともと小中高の修学旅行の同意書は慣例的にどこの学校でも取っている。今年はコロナのことがあるので内容を追加したと説明。さらに川内さんが、同意書を とっている学校もあったんでしょうが、一律に取るのは違和感があると言い訳をされておられましたが、この修学旅行において、私も同意書を書いた記憶がございますし、また修学旅行に限らず、未成年者が旅行や何らかのイベントに参加する場合は、 主催者が同意書をですね、求めるはずなんですけども、まあ、さらに未成年者、子供だけではなくて、大人でも場合によっては同意書が必要となります。まあ、例えば、同意書を書かないとアトラクションで遊べないとか、まあ、よくある話でございますけども、川内さん。 まあ本当に世間知らずなのか、まあ、こういった同意書について一切確認をせずに、このような質問をしてしまい、まあ、さらに言い訳までして恥をかかれておられましたが、まあ、こちら完全に意味のないですね、時間の無駄としか言いようがない質疑になってしまっておりますので、 ぜひとも立憲民主党には、川内宏さんには、こういった憶測で質疑を行う前に、しっかりと事実関係を確認してから、意味のある建設的な質疑を今後は行っていただくよう、お願いいたします以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。